いいイメージを持って臨めるそんな一戦かもしれません。さて今選手がピッチの中へと入ってきました。仙台は4バックです。今前半がスタートしました。ホームのヴィッセル神戸は画面右から左に攻めていきます。さあ左上がってきたアチスカからのマイナスのボールダンクレー、あっとそのままゴールに入って、先制はベガルタ仙台です。オンゴールになりましたね。まあ、ここは完全に2対1作られているので対応難しいですね。ヘルマーレンから一気に逆、西競り勝つ小川ヒールで、さあ西からまた小川から上げてきた合計ヘディング、薬物装備区も横っ飛び、まあ、ただちょっと高さあったんですけれどもうまく当てましたね。まあ、合計もね高さありますから、まあ、こういったボールが入ると空いているスペース椎橋です。また西村の右足強烈でした。いや今のはねシュートに至る前の作りが良かったですよね、はい。吉野のところから長澤が裏に走らせて柳中スルー、関口まだ持つ、関口のシュートポスト、ここはねついてないですね、ポストです。八塚行く、八塚抜けた、右には赤崎いる、八塚どうするか、八塚から中赤崎入ってすぐに結果を出しました。この11番の赤崎移籍後初ゴール、仙台これで0対2です。ファーストタッチでゴールを奪いました。いや素晴らしいゴールですね。いい守備からですよね。ダンクレーからいいボールが入った、小田からの中藤本1点返しました。さあ途中交代の小田、そして藤本が仕事をしました。神戸1点返してこれで1対2です。見せましたけれども今度はヴィッセル神戸、この藤本が見せました。まあ、泥臭いゴールではありますが1点返してこれで1点差です。この意味では本当に活性化してますよね。イニエスタからさ藤本来た、藤本から小田が来た、薬物を抜くナイスキーパーです。ナイスキーパーですね。山口蛍、ここで試合終了のホイッスル、仙台実に7試合ぶりの勝利、連敗は3でストップ。